勢市は三重県南東部に位置する都市である。伊勢神宮の鳥居前町として発達した都市で、神都の異名を持つ。かつては宇治山田氏を名乗っていた。三重県を代表する観光都市の一つであり、名古屋や関西といった大都市圏からのアクセスに優れることから年間を通じて大勢の観光客で賑わう。江戸時代にはお伊勢参りの町として全国から多くの人が訪れ、現在も伊勢志摩の中心都市となっている。伊勢神宮では20年に一度社殿を建て替え間座を移す神宮式年遷宮が再興され、町に活気をもたらすことから、伊勢の町は遷宮の度に新しくなる。20年ごとに活性化すると言われている。直近の式年遷宮は2013年に開催された。1906年までは渡来郡に属しており、一部に旧滝郡域を含む。明治維新直後の慶応4年7月6日から明治2年7月17日まで、渡来府の府庁が置かれた。廃藩置県により、渡来府は渡来県となり、三重県に編入される1876年4月18日まで、県庁所在地であった。伊勢市中心部周辺の空中写真。1983年撮影の10枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。志摩半島の北東部に位置する。市の北部は平地であり、伊勢湾に面している。南部は標高100メートルから500メートルの丘陵、山地が広がる。中心市街地は伊勢神宮外宮の周辺に形成されている。市街地を外れた森の中に伊勢神宮内宮が位置する。伊勢市と称する以前は宇治山田市と称しており、内宮周辺が宇治、外宮周辺が山田にあたる。宇治山田という地名は翌年に市制、町村制の施行を控えた1888年に紛糾の末、宇治山田友仁王子より称する著名の冠名に付。両称を合わせて宇治山田と選定す、すなわち、宇治と山田は古来から全国民に親しまれているという理由から、内宮鳥居前町の宇治と外宮鳥居前町の山田の両方の名を合わせて決定した。町名には神都、または伊勢の名を冠するべき、宇治を外して山田と単称するべきという意見のほか、そもそも市とするか、町とするか、宇治と山田は、別個に調整を敷くべき、といった議論もあった。1887年時点の人口は 26,546 人で、市制の標準人口の 25,000 人は満たしていたが、宇治山田町として出発することになった。その後、1906年9月1日に市制を施行することになったが、また名称をめぐる問題が起きた。結局、この時点では、町名と同じ宇治山田を市名とすることで決着したが、これ以降、折に触れて、市名問題が発生することになる。具体的には1935年頃、1941年の神社町編入時、1943年の大湊町、浜郷村、宮本村編入時である。1948年1月には、戦災復興都市計画の中で、市名解消の是非を問う、公聴会が開かれたが、賛成3人、反対15人、不明1人で否決された。大きな流れとなったのは1955年1月1日の豊浜村、北浜村、4号村、白田村との合併であり、前年の1954年11月13日に、市名解消公聴会の賛成、11月29日の臨時市議会での議決を経て、合併と同時に伊勢市に解消された。このようにして自治体名としての宇治山田の名は消滅したが、現在でも駅名、学校名、店名などに残っている。また、宇治山田神社という伊勢神宮広大神宮の摂社がある。ただし、読み方は宇治大田神社である。伊勢神宮の鳥居前町として古代から発展し、江戸時代には、江戸幕府が伊勢神宮の管理を目的とする山田奉行所を設置した。山田奉行所は、大岡越前として知られる大岡忠相が奉行を務めたことがあり、この頃、紀州藩にいた徳川吉宗により、後に抜擢されることになった。明治から昭和にかけて、三宮鉄道線、三宮急行電鉄本線、伊勢電気鉄道本線など鉄道が次々と開通したことにより、参詣客が増加した。さらに、国家神道の下で、第二次大戦までは、神都として国威発揚の場ともなった。伊勢神宮は、江戸時代には、お伊勢さんとして民衆に親しまれたが、明治初年には、市内の寺院の数は300以上から15にまで減らされ、1871年には、御所が廃止、神域にあった民家も破壊されるなど、民衆から隔絶した天皇、皇室のための神社として改編された。後期2600年にあたる1940年には、約800万人が三宮のために当地を訪れた。大戦末期には、6回の大規模な空襲を繰り返し、受けた。1946年11月20日には、伊勢志摩国立公園に指定された。1974年7月7日には、梅雨前線による集中豪雨。市内で1000戸以上が床上浸水、交通機関が停止したため、同日行われていた第10回参議院議員、通常選挙に混乱も生じた。宇治山田氏からの氏名の変更は、当地が伊勢神宮の門前町で、江戸時代からお伊勢参りと呼ばれてきたことが要因とされる。議員定数28名任期2017年11月27日から2021年11月26日、公正2015年12月8日現在なお、衆議院議員選挙の選挙区は、三重県第4区、三重県議会議員選挙の選挙区は、伊勢市選挙区となっている。いずれの旧市町村域も大字以下の変更はない。伊勢本町赤福本店本社を置く、企業工場を置く、企業市内各地に牛トラ、マックスバリュー中部、豊畑、大桑などがスーパーマーケットを、ジップドラッグや杉薬局などがドラッグストアを展開している。中心市街地には、伊勢銀座新道商店街や伊勢高柳商店街をはじめ、多くの商店街が存在する。伊勢市内の郵便番号は以下の通り。学校の集中する倉田山地区伊勢市は三重県南部では最大の都市であり、三重県南部ほぼすべてを周辺人口に含むため、文化施設と高等学校が多い。皇學館大学すべての私立中学校でエアコンが設置されている。すべての学校にエアコンが設置されている。中心となる駅は、近鉄と JR 東海の両社が接続し、下空最寄りの中心市街地に位置する伊勢市駅であるが、近鉄に限れば列車運行上の拠点となっている宇治山田駅の方が利用者は多くなっている。かつては伊勢電気鉄道本線、路面電車の新都線、ケーブルカーの浅間線も存在した。高速バス一般路線バス高速道路、有料道路地域高規格道路、一般国道主要地方道一般県道2003年度には伊勢神宮を中心として年間約550万人の観光客が訪れた。式年遷宮が再興された2013年には2641万2049人が来訪、伊勢神宮には1420万4816人が参拝した。また、近畿地方内の多くの小学校が修学旅行先としており、JR や近鉄の臨時列車も運行される。観光ガイドでは、伊勢、奈良、京都が3点セットとされることがある。2012年6月1日より、それまで市の緑化推進キャラクターだった、花照らしちゃんが市の観光 PR キャラクターに任命され、名前もひらがな表記の花照らすちゃんに改められた。博覧会伊勢ではこれまでに、数多くの博覧会が開催されている。すでに1873年には文明開化を意図して神宮寺町と渡来県庁の共催で実施されている。観光的な意図を持って博覧会が開催されるようになったのは昭和以降である。以下に挙げる博覧会のうち平成に入ってから開催された世界祝祭博覧会以外は伊勢の博覧会男の異名を持ち、宇治山田市長を務めた北岡善之助が開催に関与している。すべて三重県指定伝統工芸品。歴史上の人物映画作家芸能政治スポーツその他。ありがとうございます。